はい、動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、タケ TV のタケさんが遊びに来てくれてるんですけど、はるばる来てくれたんですけど、なんとプレゼントをいただきました。こちら、じゃじゃん、こちら加藤のエンドレス着毛セット M1 ですね、マスター1。これタケさんいただいてもいいんですか？あ、全然大丈夫です。あの、私ね、実はこれ家にね、ずっとタンスの小屋敷にしてたんでね、私の家にあるより、まあ、寺田君の家にある方がこの子も幸せかなということで連れてきました。わあ、嬉しい。僕はですね、鉄道模型の動画を今まで上げてたんですけど、ユニトラックコンパクトっていうちっちゃい半径のレイアウトばっかりで遊んでたんですけど、こちらなんと半径が R315 ということで、新幹線も走らせれるでっかい半径の、レイアウトセットなんですよね。新幹線か、はい。じゃあ早速これを開けていきたいと思います。はい、こちらがエンドレス基本セットですね。パワーパックスタンダードと、これ R315 の曲線で直線レールがついてるんですね。いいですね。はい、箱の裏側はこんな感じですね。レイアウトプランが書いてあります。作るの楽しみですね。はい、今レイアウトをデスクに組んでみたんですけど、やっぱり半径が大きいんで、こうですね、69センチのデスクでいっぱいいっぱいになります。だから iMac をちょっと前にずらして、こんな感じで設置してみました。いかがでしょう？もうちょっと机ね、大きいのはいいですかね。そうですね、もうこの板のね、厚み、もう一個欲しい感じですね。ちょっとカスタマイズしようかな。で、車両はちゃんと通れそうですね。はい、はい、というわけで今回はこの加藤のエンドレス基本セット M1 ですね、こちらを開封してこのテーブルの上で走らせてみました。かっこよかったですね。うん、かっこよかったですね。やっぱりね、K がね、大きめっていうことで、あとは引っかかりもなくね、だいぶね、引っかかってましたけどね。そうなんですね。まあ引っかかりもなく、まあできるだけ大きい方が自然に曲がれる絵が撮れそうな感じがしますね。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。